俺の名前は仁川隆、32歳、妻の陽子、3歳になる娘の春子と3人で暮らしている。1年前に念願のマイホームをゲット。のどかな住宅街の一軒家で、中庭が広いのが決め手だったんだ。天気のいい日はこうして3人で遊べるからな。わざわざ公園に行かなくていいから安全だし楽ちんだ。ああ、この幸せがずっと続けばいいな。それすごい。だがこの幸せはほどなくして崩れ去ることになる。ん、誰だろう。こんにちは、昨日から隣に引っ越してきた安井です。あ、はい、こんにちは。玄関を開けるとそこにはボサボサの金髪頭に上下ジャージ、すっぴん、寝ぼけ顔と明らかにドキュンな女性が立っていた。でもまあこうして挨拶に来てるわけだし大丈夫だよ、大丈夫。わあ、お嬢ちゃん、こんにちは。こんにちは。ほら、こうして娘と話してくれているし、案外いい人な。お嬢ちゃん、ブサ顔だね。ウケる。全然大丈夫じゃねえ、なんだこいつ。誰がブサ顔じゃこらと叫びそうなのを必死に抑えていった。ちょっと忙しいんで、これで。あ、はい。これはやばいんじゃないか。俺たちの平穏が脅かされるのではないか。そして俺の不安は的中した。ある日、隣のドキュン家から煙が上がっていくのを見た。なんだ、火事か。慌てて外へ飛び出し、煙が上がる方に目をやると、なんと豪快にバーベキューをしているドキュン家族の姿が。俺に気づいたドキュン父がトングを持ちながら手を振った。うっす、すいません、肉少ないんで分けられないっすよ、させん。いや、欲しくて見てんじゃねえよ。ていうか、この煙さん、この方向はもしや。恐る恐る煙の行き先に目をやると、うちの家の洗濯物を見事直撃していた。うわー。陽子も気がついて先に取り込みに行ってくれたが、すでに遅かった。くそー、おい、洗濯物全滅だわ。バーベキュー最高、イエーイ。あいつら肉や野菜だけでなく海鮮物も焼き上がるから、もう匂いがカオスなんだ。臭いだけじゃ表現できないほど。しかもギャーギャー騒いでめっちゃうるさい。これが今日一日ならまだ我慢できた。念願のマイホームだもんな。その気持ちはわからなくもない。仕方ない、今日は室内ボスにしよう。だが彼らはなんと毎週末、しかも土日連続でやるのだ。どんだけ好きなんだよ。これはさすがに辛くて、せめて回数を減らしてほしいとお願いしに行った。そしたら、いやいや、そんなの俺らの自由っすよね。うちん庭でバーベキューダメなんて法律ないんすよ、知ってます。なんでマナーも知らないのにそんなことだけ知ってんだよ。こっちだってそれは知ってるし、バーベキューしたい気持ちもわかるから、譲歩して回数だけ減らしてって頼んだのに。頭にきた俺はある作戦を立てることに。翌週の土曜日、安井さん、この前せっかくお楽しみのところをお邪魔しちゃったんで、お詫びと言ってはなんですが、よければ食べてください。うわぁ、マジめちゃ差しじゃないですか、あざす。いえいえ、実は僕もバーベキュー好きで、この肉たちのこだわりの食べ方書いたんで、ぜひこの通りに焼いて食べてみてください、美味しいんで。帰ってきた俺に陽子が不機嫌そうに尋ねる。ねえ、なんであんな美味しそうな脂身の肉とホルモンあげたのよ、私も食べたい。あれは人工的に脂肪注入されたやつだから安いお肉だよ。小腸はまあいいのだけど、まあ見ていればわかるさ。念のため春子と中庭の奥に行っといてくれ。そうして俺は悪魔の笑みを浮かべた。隣でいつも通りバーベキューが始まり、30分ほど経った頃悲鳴が上がった。外を確認すると、本当に火事ではないかと思うくらいの黒煙が立ち上がっている。よし、来た。隣の家が火事です、急いで来てください。俺はすぐさま消防庁と警察に通報した。消防隊と警察が来る頃には煙も少し収まっていたが、それでも近隣住民の騒ぎの大きさにドキュン家族はこっぴどく怒られていた。一歩間違えたら大惨事だぞ、分かってるのか。すいません。燃え上がる大きな炎がトラウマになったのと、
警察からの拳銃注意に懲りたドキュン家族はそれから一切バーベキューをしなくなった。あの炎の原因は俺が渡した肉たち。わざと脂身の多い肉を焦げやすい特製ダレにたっぷりと漬け込んだんだ。それを高火力で一気に焼くように指示しといたからあんなことになったんだ。あー、すっきりした。さてさて、陽子、これは黒毛和牛サーロイン、正真正銘本当の刺しだ。3人で食べようぜ。はい。こうして俺たちの平和で幸せな時間を無事に取り戻すことができたんだ。配慮のない自由は暴力と同じ、やがて自分の身を滅ぼすでしょう。バイマンガレリア。皆さんこんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。